おはようございます。今日はちょっと、湖の朝焼けを、動画と写真ちょっと軽く撮っていきたいかなって思ったので、Vlog やっていきたいと思います。じゃあ、行っていきましょう。ちょっとこの構図で、タイムラプス撮っていきたいと思います。ここに三脚立てて、これで、まだ太陽出てないんで、太陽出る映像を合わせて撮れたらいいなって思います。じゃあ撮っていきます。はい、タイムラプス撮って、今日はちょっとこれから、今6時で、コーヒーと朝ごはんを作ろうかなと思ったんですけど、気温が今1度ぐらいですごい寒いんで、一回撤退して、昼から、桜を見にちょっと行ってみたいかなって思います。じゃあ、朝の部は以上。はい、五稜郭公園に来てみました。でここの五稜郭公園、今ちょうど満開に近い感じで咲いているんですけど、こちらを、ジンバルと、4K の S ログ2で撮って、映像にしていきたいと思います。それでは、見てください。どうぞ。五稜郭公園の桜の映像が流れたと思うんですけど、そちらはジンバル使って撮影しました。今はとある河川敷に来てるんですけど、そこの河川敷でも、ここで、ジンバル使って撮っていきたいと思います。それでは映像をどうぞ。